こんにちは豊田です。今回は数あるダブルストローク習得の方法を2021年現在の時点でさまざまな教則やユーチューバーさんの動画を参考にしつつ自分なりにまとめてみましたこの動画は前編編と後編でお送りいたします。ダブルストロークは1回の腕の振りで2打打つことが基本的な考えとされていますそうすることで楽に高速連打ができるんですね 習得にはリバウンドコントロールやスティックを捉える視点を作ることが大切な要素になってきますがこの前編では比較的小学者でも2連打ダブルの感覚がつかみやすい方法を2種類とオーソドックスな方法を1種類合わせて3種類をご紹介いたします1つ目は手の柔軟性を使った打ち方ですスティックを扱う時に初めは視点として人差し指と親指もしくは中指と親指で捉えることを初めに教わる目にするかと思いますが 一旦それを忘れてグーの中にただスティックを入れるだけということをやってみましょう持つ場所はスティックの3分の1のところに親指が来るようにしてみましょう指はスティック全体にまんべんなく触れています手のひらの中にトイレットペーパーの芯のような筒をイメージすると均等に触れている感覚がつかみやすいかと思います握り具合はギリギリスティックは落ちないけれど人に取られるとすぐに抜けてしまうぐらいで結構です スティックの動きに余裕があるということですねこの状態で打面に対してスティックを下ろします下ろし方は腕を平行に落とすやり方と腕を内側に回転させる落とし方があります初めはやりやすい方で結構です そして下ろしたままだとスティックがこのように何回か弾みますよねこのリバウンドを最後まで味わうことが大切ですリバウンドを感じることができたら今度は少し早く上げてみましょうそうすることでリバウンドする回数をコントロールできるんですねまずは4打で上げてみます次は3打ですね 最後は2打です。これでもう2連打ができてしまいました。手のひらにはある程度弾力があります。この弾力を利用することで指を開いたり閉じたりしなくても、これによってある程度はスティックが弾んでくれるんですね。ここから速くするには振り下ろすスピードを速くするか、 手のひらの中の筒を小さくするようなイメージで体積を小さくしてあげると跳ね返るタイミングが早くなります。この方法で左右のダブルストロークをつなげるとこんな感じですねこの握り方ではある程度ドラムをやっているという方よりも初めて間もない方の方が指を使う癖が少ないので感覚がつかみやすいかもしれません 今度はスティックが返ってくる視点を意識しながら大きく動かす方法をご紹介いたします。まずは人差し指と親指で輪っかを作ってみましょう。OK マークですね。親指が人差し指の爪の上に来るぐらいです。ここが今回スティックのリバウンドが返ってくる軸となります。ここから手のひらを上にして輪っかの中にスティックを引っ掛けるようにして入れます。 引っかかる場所は人差し指の側面と人差し指と親指の間です。この2点で引っ掛けることによりスティックの重さによって落ちるのを防いでいます。親指は落ちないためのストッパーみたいな役割をするんですね。ここから手のひらを下に返すようにしてスティックを落とします。ここでもリバウンドを最後まで感じることがポイントです。 ここからスティックをリバウンドが止まる前に元の位置に戻します。はじめは四打か三打、弾んだ後に手のひら上に返して元の場所に戻りましょう。ここでも引き上げるタイミングで叩く回数をコントロールしてるんですね。慣れてきたら二打で引き上げましょう。 これで1回のストローク、1振りで2打打つことができましたね。一息で行うことがコツです。はじめ腕の動かし方は肘から先、手首から先、などなど動かしやすいもので大丈夫ですが、できれば肘を上に上げて腕を内側にひねるような動きになると腕全体を大きく使うので力が乗りやすいです。 腕をねじ込むような動きになるんですねスティックを持たないでやるとこのような動きになりますが一緒に肩も上がってしまうとスティックの軌道がブレやすいのでお気をつけくださいさて人差し指だけだと少し不安定になるかと思いますそこで中指を足していきましょう人差し指のフォローをするような感じですね 一つ指が加えるだけでもやりやすくなりますね。次は他の指を加えてみます。人差し指以外を加えるときに注意なのが、握り込みすぎないことです。あくまでもスティックの動きに準じてサポートするような感じですね。 ではここからスピードを上げるとなると今の振り幅だと間に合わなくなってしまいますですのでスタート地点を少し画面に近づけてみましょう分かりやすく90度からスタートしてみます次は60度からスタートします最後は30度です このようにだんだんとスタート地点を変えることで、距離が近くなり早く繰り返すことができるのですが、スピードを上げても動きの質が変わらないことがポイントです。あくまでも初めの動きを小さくするような感じです。 と言っても始めは早い動きになると手先だけになる方がとても多いですが、ゆっくりから動きを確認していくことが近道かと思います。ではこれも左右交互をつなげてやってみるとこんな感じです。 最後は投げてて掴むスローキャッチをやってみましょう。比較的多く紹介されることの多い印象のやり方ですが今までとは動きの性質が異なるのとある程度リバウンドと視点の理解が必要なのであえて最後にしました基本的なリバウンドコントロールと視点を作る方法は別動画にてご紹介しておりますのでよろしければご覧になってみてくださいはじめに親指と人差し指もしくは親指と中指を視点として肘からスティックを投げるように断面へ落とします この帰ってきたスティックを畳むようにしてもう一打打ちます。開いて閉じるといった感覚ですね。画面にはチョップするような感覚にも近いですね。この時スティックだけ返ってくることがとても重要です。 しかしここでとてもよくあるのが1段目で腕手首も一緒に返ってきてしまうことですこれで再び打ってしまうとただのシングルストロークになってしまうんですねですので動きを分けて2種類のストロークにする必要があるということですはじめはスティックが飛んでいったりしても結構ですのでスティックを投げる ショップするように下に落とし手首が反応せずスティックだけ返ってくるようにしてみましょうこの時視点以外の指は解放していることがポイントですね腕は下に向かってスティックだけ返ってきますね。 スティックが返ってくるところは人差し指の第三関節あたりになってきます返ってきたスティックを指で畳むようにキャッチしながらもう一打です2度目でキャッチした後は元の位置に戻ってくることがポイントですスタートポジションに戻ることで連続した動きになるんですねこの方法で左右でつなげてみると 今までも投げて掴む感じはあったのですが特にこれは掴む感じが強いですねこのダブルストロークの方法の利点は2打目の音がはっきり出しやすいことですそのためフロアタムなどのリバウンドのしにくいところで粒が出しやすいですただし打面に対してスティックはセンスのような扇形に動くので スティックの力が斜め前に飛んでいきやすい点や腕の重さが乗り切らないといった点が挙げられます扇形のストロークで遠心力が発生すると同時にスティックが飛ばないように求心力を作るために視点を適度にグリップして固定すするる必要があるんですね。この動きからリバウンドの作用や体の使い方を捉えられてスピードアップできる方は良いのですが必要以上に指で握って力み癖がついてしまう方を多く拝見します そうすると次への動きがつながりにくくなってくるためスピードアップ高速化しにくいんですねそこで画面に対してスティックの縦の動きが必要になってくるのですがそれはまた後編でお送りいたしますここまでご覧いただきありがとうございました今回のことが少しでもお役に立てれば幸いですもしこの動画が良かったためになったと感じていただけましたらいいねしていただけると励みになりますこれからもドラムのことを発信してまいりますので是非チャンネル登録もよろしくお願いいたします 無料のメールマガジンでは毎週ドラムのことを配信しておりますので、よろしければご検討ください。最後までご覧いただきありがとうございました。